はい、はい、どうも、明けましておめでとうございます。明けおめです。どうもどうも、明けおめです。明けおめです。どうもです。はい、明けましておめでとうございます。早速浅田選手は移籍するんですか、ですね、知りたそうですね。浅田誠吾は移籍島、おめでとうございます。はい、初日の出ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今年も投げ銭バシバシお願いします。あの投げ銭いただいた方だけに、あの浅田誠吾の状況をお伝えします。真っ先に浅田誠吾はどうなるのか、投げ銭いただいた方だけにあのお知らせいたしますので、はい、どうもです、どうもです。晴れの日、成人の日、閉鎖について一言。なんか福岡のね、なんか晴れの日の店長はちゃんと着付けしたらしいですね。偉いですね。さすが福岡ですよね。こんばんはです。今年は良い年になりそうでんがな。毎年いい年でんがな。こんばんはです、こんばんはです。明けましておめでとうございます。明けまと、いやー本当ありがとうございます。課長風月堂さん、ね、ブルーズエンジェルさん、いつもいつもありがとうございます。ということでですね、2018年も始まりましたが、皆さん今年はどんな年にしたいですか。はい、あれは善意の着付けだったみたいですよね。浅田 TV に売られたりな、ね、真相はいかに。なんか例えばですね、例えばですよ、確定じゃないですけどね、まあ、トリニダードが例えば新ブランドを作るとかね、どうなんでしょうか。はいね、どうなるんでしょうね、新ブランドトリニダード作るとかね、うん、もうそのほら、もう浅田誠吾ってのはもう世界的なプレイヤーなんで、こうね、こうもうね、そのロペスとかじゃなくてですね、浅田モデルとかね、そんなのもありなんじゃないかなとも思ったりもしたりしてはい、よくお気づきで、はい、新ストレートバレル、タッカー来ました。グリップが決まるスマートなバレルね、ハードパンチャー、タッカー、22.5グラム、超重量級ロングストレートバレルの完成です。52センチ、すいません、52ミリです。はい、22.5グラム、はい、高さ、いや、常時モデルではございません、常時モデルではございません。みゆみさん、福袋最高でした。ありがとうございます。お買い上げありがとうございます。めっちゃいいっす、これいいっすよ。僕はちょっと使いこなせませんけど、いやいや、これ悪い意味じゃなくて、僕はちょっと長いですね、はい、長いからちょっと、でもめちゃめちゃいいです。はい、バレル単体で 22.5g です。はい、これはいいでしょう。はい、ケースに入らねえ、ケースに入りまんがな、入りまんがな、ギリギリ入りまんがな。トリニダードのコンドルボックス入りまんがな。明けましておめでとうございます。伝説のプレイヤー松本大本について一言。なんかあったんですか、なんかやらかしました松本大本。いやいや、やっぱすごいいい選手でしたね。はい、ちょっとね、グリップがおかしくなって悩み出してドツボにはまったんですけどね、はい、当時ではやっぱり日本でも1番2番3番ぐらいの選手だったと思いますよ。いい選手でした。はい、はい、シャドウと比べてどうですか。うん、シャドウと比べても、まあシャドウと比べようがないですよね。トリニダードにとって新しい感覚のバレルですよね。はい、
こういう感じです。ちょっと見て、ちょっと感じてください。投げてみますか、後で。はい、もうグリップ部分はしっかりと、グリップ部分はすでに、分かる感じでですね、いい感じですよ。はい、タッカーです、タッカー。はい、ロングストレート。はい、今年はね、ロングストレートが流行るんじゃないかなと思うんですけどね。山田裕貴もなんかストレートでチャレンジしてるとか言ってましたね。はい、あと西哲平もそうですしね、今年は続々とナンバー2ナンバー3モデルがどんどん出てきますんで、はい、もうディトシトワル、もうすぐあります。はい、黒いラインはございません。黒いラインとかありませんが、はい、こんな感じです。制作者のちょっとコメントちょっと出してあげてください、分かりやすく。あ、まだ公にされてない。あ、ポスター、制作者のポスターのちょっとアップして、ポスターアップ、ポスターアップ。はい、制作者がいるんですよ。タッカー、グリップが決まるストレートのハードパンチャー、 22.5g、 超重量ロングストレートバレルの完成。トリニダード X タッカー、ストレートバレルながらグリップが決まる工夫が施されてますと。もうちょいもうちょい左、グリップ部分はダブルリングカットにドットカットを配置し、きつめの吸い付く系カット、後方にマイクロリングカットが入ったくびれがあり、グリップを絶妙にフォローしてくれる。前方のリングカットはチグハグの段差になっており、これが中指をしっかり固定。この前方と後方の工夫によって3、4本グリップの方はストレートバレルながらグリップはしっかり決まるそうです。はい、ちょっと。しかしストレートバレルのメリットである感覚的にどこでもグリップできるという点はそのままに、後方、中央、前方どこを持っても 22.5g という重さで安定した飛びを見せてくれるので、自分にとってベストのグリップポイントを探せるバレルである。きっちりグリップを決める方もできるし、超感覚的にグリップをすることもできる超重量ロングストレートバレルの完成である。このトリニダード X のこの長さを生かして、いろんなところをグリップできて、いろんな一番後ろを握りグリップすることもできるし、要するに誰でも合うように作るのがトリニダード X なので、はい、前方でもいいという、はい、パイクと開幕戦で試し投げできます。あ、もうパイクと開幕戦ではもう売り切れてます。はい、だったらいいですけどね。あ、1月の14のジャパンの福山広島大会で先行発売するそうです。ジャパンの広島大会、福山であるのよね。そこから先行発売するのでよろしくお願いします。はい、一般は20日発売。はい、一般は20日発売ですね。7800円でんがな、よろしくお願いします。最近ですね、円安傾向と、今度銀がですね値上がりしたりして、その何ていうんですか、タングステンがやっぱだいぶ値上がりしてるんですよね。だからちょっと大変なんです。重いし長いし。はい、福山っていうのは何県、福山っていうのは広島県でございます。今度ジャパンの広島大会が行われるところでございます。 TV、 そっちは雪降ってる、なんかね降ったりやんだりな感じです。はい、ジャパンのなんかもうジャパンのホームページアップしていいんだよね、見せられるんだよね。はい、ジャパンの方からも許可いただきましたので、はい、はい、
明けよもことよろでございます。はい、うおー来たー、今年も来たーみたいなね。はい、ありがとうございます。エクシリーズは安くて手が出しやすい。はい、手をバンバン出してください。足も出してください。エクシリーズでそうなんですよ、結構ね、値上げすみませんさせていただいたんですけど、値上げさせてもらったんですけど、結構ね大変です、大変です。はい、西谷モデルはまだ情報出さない、すみません、もうちょいお待ちください。もうちょいしたらお出ししますので、はい、あ、しーちゃんの情報これですよ、フローレスの情報こちらあります。はい、ということでですね、今年もダーツ界盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。今日は眠いから20時に終わろう、22時に終わろうと。エリア球種の出場者知りたい。あ、エリア、あのリーグのエリアチャンピオンシップ、あ、リーグ球種チャンピオンシップのエリア球種の出場者が知りたい。これは吉本が書き込んだんでしょうね、うちのスタッフの吉本くんが。はい、ね、ちゃんと書いてますね。はい、前振り、吉本の前振りをいただいたところで早速やります。はい、福岡1位が、チーム名がディーブレール A、 店舗がディーブレール A ですね。はい、西鉄平、城野ひろき、王鵬、王鵬レーティング19って嘘よね、これね。リーグのカードのレーティング、あ、リーグの試合でのレーティングってことね。あ、そっか、今カードレーティングでカード刺してやるんだよね。あー、リアルですね。24西鉄平、城野ひろき21、王鵬のりちか19、本番に弱い王鵬のりちか。はい、そして福岡2位のチームですね、これチームティトワン、井上明が18、山田裕貴、あ、山田さすがやね、25あるよね、やっぱり。で、河野裕貴が22と、ね、ティトワンはこのメンツでやります。そして福岡3位、チーム名が ATATs Providence、 相良俊介22。あ、やっぱりリーグでね、結構やっぱ打ってるな、さすが、さすが、さすが。はい、そして北九州ですね、元溝選手、吉本選手、柴田選手、藤田選手、足立選手、竹中選手、北九州のチューム名が S トリッパーズ、的屋トリップですね。はい、そして北九州代表から、今度八幡代表ですね、ムンギルティですね、あ、篠原さんですね、で藤崎選手、鳴重選手、佐藤選手、鈴木選手、松尾選手、ムンギルティ、八幡代表。さあ、そして、佐賀代表は北島選手、中野選手、坂田選手、谷口選手、川瀬選手、片渕選手、石井選手、野中選手、佐賀代表チーム北島というね、キャプテンの名前を堂々と名乗るという、結構厚かましいですね、北島君。はい、そして長崎、チーム名チーム N-1、 N-1 ドクパン、田畑選手ですね、堀選手、徳田選手、陣野選手、橋本選手、西村選手、アビル選手、ね、はい、そして熊本チーム、熊本チーム強いな、注ぎ翔太、チーム名がシーブルですね、ダーツバーシーブルのチームですね、注ぎ、浅井、中島、内田、松本家、平原、星子選手というね、はい、このメンツでいきます。で、熊本チームの2位チームですね、チーム名が星田ルツ、逆から呼んだら鶴田志保みたいな、トレブのチームですけどね、はい、鶴田、あ、メグがここにいるんですね、
しても、あ、森山くんがいるんだ、森山くんもうまいよねということでビールお願いします。宮本選手、バン選手、松田選手、わあ、これ結構森山くんがねすごい強いんですよ、うまくて楽しみですね。はい、そしてまあメグは当然強いんですけどね。はい、で大分代表ですね、ハバナイスデイ、テンポハバナイスデイですね、桑原選手、佐藤選手、太田選手、田原選手、すぐり選手というものかな、しくり選手、日の出選手、荒金選手、梅本選手というね、まあバランス取れた結構ベテランが多い、ダーツ歴の長い人が多いですね、大分チーム、ハバナイスデイ。そして宮崎、チーム名ルーム、ティトショップ宮崎、ね、山田優衣、山田康、山田優衣、山田康の夫婦コンビ。そして、野下選手、青山選手、佐藤選手、谷口選手、西田選手、那須選手というね、こういうメンツでございます、宮崎代表でございます。そして都城、チーム名ディーブル、テンポディーブル、ここも強いですね、見えないね、デミーズ選手、ありがとうございます、ありがとうございます、トモさんありがとうございます、トモさんありがとうございます、デミーズ選手、中久保選手、吉本選手、前田選手、瀬脇選手、鍋倉選手、福岡選手というね、こういうメンバーでございます。そして延岡、チーム名ルチアーノ、ルチアーノですね、結構ヤバ系の名前ですね、佐藤選手、吉岡選手、山添選手、有田選手、木下選手、矢野選手、真上選手、真上選手、真上くんがいるの、ここ真上くんがいるんだ、いやー俺行きたかったな、すいません、僕この日は、東京キトカップの方に出ますので申し訳ございません。あー真上くんに会いたいな、レーティング24あるんだね。で真上由美子選手だよね、真上選手がなんと今延岡にいます。真上選手なんていうお店だっけ、乾杯です、乾杯です。真上選手は、はい、延岡に引っ越したみたいです。はい、そしてあウィッシュですね。はい、そして鹿児島ですね、鹿児島、チーム名サッチ、テンポハイスタンダードですね。あ、ここ摩擦いるんだ、ここ摩擦くん、あー行きたかったな、リーグ解説したら面白そうだね。放送やらないの、録画だけ、放送やればいいのに。北山選手、木村選手、前田選手、摩擦、長尾宗、片山選手、畑中選手、肥後選手、あなかなかいいメンツ揃いましたね、ここも。はい、はい、ということで、そして霧島チームですね、谷園選手ですね、林選手、山下選手、川選手、春田選手、東選手、楠本選手、水水流選手、水流、まあまあすみません、はい、ということで次はラストですね。あ、オンラインチームあるんだね。あ、オンライン、ティトが、オンラインリーグをやってるんです。そこからもオンラインチーム代表として参加できるようになってます。え、ビダですね、ヒタのダーツカフェビダ、はい、ここ、あ、いいチームですね、ここも、はい、原田選手、木下選手、永瀬選手、川内選手、高瀬選手、浦鍋選手、坂本選手ですか。オンラインリーグ、都合16チーム、都合16チームで、行います。ティトプラス1月14日に行います。ぜひですね、応援の方来られてください。
はい、そして同日ですが、これ僕出ます、キドカップ東京ダーツスタジアム池袋の方で行いますので、ぜひぜひ楽しみに。これもネット放送しないの？はい、放送はやりませんということで、まあ一緒に楽しみましょう。僕行きますんで盛り上がりましょう。なんかまだシングル戦なんかもあって面白そうです。はいはい、メグサスがメグレーティング20番、すいませんね、福井からじゃ暖かいやろうなと。でも TV は池袋、楽しみ漫画な、もちろん楽しみ漫画な、はい、校長先生がいない、九州は盛り上がってていいな。いや、九州は盛り上がってますよ。はい、なぜならば、それはなぜならば、頑張ってますみんなが。はい、乾杯です、乾杯です。酸素来ました、コーラだけど乾杯。ともさんありがとうございます。はい、立石がいない鹿児島、やっぱりリーグなのでね、やっぱりリーグのチャンピオンチームが九州大会に勝ち上がってきますので、バランス大事なんでね、1人が強かったり2人だけが強かったりしてもちょっと勝ち残れないのがリーグ戦なので。はい、アルティメットコンドルの新色、あ、今作ってます、しばしお待ちください。はい、しばしお待ちください。はい、校長先生新年の、あ、そう、校長先生新年なんです。校長先生、はい、校長先生ここにいます。校長先生どうもどうも、あら、校長先生似顔絵よね。あ、校長先生いない、ここにいます。あ、ここにいるんですね、校長先生。あ、時計の、こっちいます、校長先生時計のにいましたね。はい、何色かまだ発表できないから、いや発表はできるんですけど、多分信号機の色があるじゃないですか、多分あれのどれか2つだと思いますよ。信号機の色からいきますんで、はい、はい、校長先生明けましておめでとうございます。こっちに校長先生いますからね。校長先生、何か新しいお知らせありまへんか。まあ皆さんが気にされている、まあ、浅田聖剛がどうなるのかですね。はい、ひょっとしたらトリニダードが新しいね、ブランド立ち上げるとかいう噂もありますけどね。はい。はい、パープルはないか残念。あのパープルとかも順次作っていこうと思ってるんですけど、はい、やっぱりね、なかなかそのやっぱりこうこのティップ作るのって。ティップ作るのってですね、これ顔料をね買わないといけないじゃないですか。結構ねロットでめちゃくちゃ買わないといけないんですよ。はい、だからね、なかなかね大変なんですよやっぱり。はい、顔料を先に買うんで、はい、ダーツの盤面の時計に見えたが、だとしておしゃれな感じじゃないし、シークの部屋、あ、これですか、あれ、あ、知らなかったんですか、これダーツの。そうなんですよこれね。それとね、今ガチャガチャですごいのや時計大人気だそうですね、あれね、時計大人気です、大人気です。はい、見してあるでしょ、アサダード・セイゴル。まあね、ちょっといろんな噂が流れてますけどね、なんかどうなるんでしょうね、皆さんどうなったらいいですか。今のストレートバレル投げてみる、あ、じゃあちょっと投げてみますか、タッカー、あ、じゃあこれでクイズいきますか、あ、クイズタッカーでいこう。さあ、じゃあ新年一発目の、あ、ね、西哲平からいただいた、MDC コンドル、 MDC よね、リーブル、 MDC コンドルをプレゼントいたします。
レアコンドルです、はい、MDC カップっていうのをねやってます。じゃあ9本投げますか。タッカー9本、タッカー9だ。最高点が450点ですね。ウォーミングアップはしません。もうタッカーはもう投げやすいので、はい、ただ僕は新品はやっぱきついですね。タッカーやっぱかかりがしっかりしてるので、新品はコントロールできないかもしれない。はい、もう僕はですね、刻みが強いのちょっと苦手なんで、はい、だからこれが多分ね程よい感じになった時にね、なんかいいなこれな、うん、なんかいい感じですよ。なんか浜田織江モデルのようでもあり、ちょっと細くなってて、これが少しですね、王穂モデルのようでもあり、なんかいい感じです。サラテのようでもあり、でもこの重さはストレートでこの重さはないような気がしますね。うん、すごいすごいです。ガッツきますね。刻みが全くないのはノーウッドですね。はい、ショップとのコラボフライトいいっすね。はい、ショップじゃないですけどね、 MDC カップって、はい、宮崎都城で年に1回行われてる人気のトーナメントですよね。名物トーナメント、 TB が右手で木を投げて獲得する点数を上げて当ててくださいと、当たった方にプレゼントいたします。去年ですね、どんだけプレゼントしたと思います？すごいですよ。僕びっくりしました。いくつぐらいと思います？あ、クイズこれにしよっか。カウントアップじゃなくて、あ、いやいかんいかんいかん、もうサトピョンがもうすぐ調べる気。あ、量がすごい。あ、じゃあ分かりました。じゃあそれはやるかやんないか分かりませんが、とりあえずじゃあ、すいません、ね、いや、とりあえず締め切り10秒、タッカーは投げてますけど、タッカーは投げてますけど、最近は、今日は投げてないです。でヒントとしては、ちょっと刻みがちょっと強いので、ちょっと僕はもうちょっと使い込んで投げたい感じの刻みですね。はい、じゃあ受付10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、僕は投げたことのない系、使いこなしにく系のバレルでございます。それを考えて、ぜひ応募されてください。あ、もう応募締め切りましたね、もうねはい、じゃあ行きます。タッカーちゃん、なんかちょっと分かってきた。いやでもこれやっぱ重量感がある気がすごいね、これね、すごい重みがすごい。あれ、
もう一回やりたい。もう一回やる？はい、ということで正解は256点でございました。まあ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 、でもね、思ったよりかからんす。思ったより変な引っかかりはしないっす。はい、すいません、変な引っかかりはしまへんがな。でも重量感ありますね、これね。すごいっす、これすごいですね。もうちょっと使い込んで刻みをやらす、優しくしてなんか使いたい感じですね。すごいです、めちゃくちゃすごいです。タッカーですね。一回なんか、いいですよこれ。はい、もうほんと何カットっていうんだろう、ダブルリングカットにドットカット、ドット、あ、ダブルリングにドット入れてるんやね、ちっちゃめのね、このつぶつぶつぶって言ってね。これファッション、これ実用性あるのかな。この実用性の良さが分かったらすごいけどね。ちょっとワンブル多すぎでんがな。ちょっと最近ちょっとスタンスを変えてですね、ちょっと今いろいろ練習取り組んでんですよ。あ、なんかちょっとでもなんかこれ投げたい、なんかいい感じ。やっぱ、いやでも長い剣俺使いこなせんかなと思いよったけど、なんかなんか投げやすいっす。こんだけ長くても大丈夫。もうちょっと後ろを握った方がいいのかな。このちょっとやっぱ引っかからんところやな。重量感がすごい。ちょっと分かってきた。なんかこのバレリーいいかも。だか気持ちいいよね、こうなんか重さがなんかこうすごい伝わるっていうか。おお、すごい刺さりがすごい。音がすごいよね、違うよね。おお、楽しい、このバレル。あ、いい感じ、いい感じ、なんか楽しい。なんか長さがあんまり気にならないっていうか、なんでだろうな。これいいかもしれません。なんか楽しいです。なんか楽しいバレルですよ、これ多分。一回ちょっと、あ、ティトにもうそろそろ、いつ首都を呼ばれる行くのかな。高野くん、首都を呼ばれるいつ行く、書き込んで。もう行ってるのかな。はい、正解者。みゆさん、258点、正解やん。ドンピシャやん。あ、失礼しました。はい、近くて早い方を
決めさせてもらいました。あ、2点差が何人かいたの。あ、2点差が2人いて、早い方、みゆさん、おめでとうございます。最大計いくつだっけ。52ミリ。あ、失礼しました。長さが50ミリ。52ミリで、最大径が 6.8 ミリ。はい。これいいですよ。結構いいと思います。はい。なんか、長い割に、なんだろうね、この長い割にコントロールしやすいっていうか。ねえ、不思議なバレルですね。このくぼみのせいかな、テーパーのせいなのか。なんかでもいろんなところにグリップポイントがあるんで、あ、これね、多分まあまあちょストレ、いろんなところにグリップポイントがあるんで、なんか自分でなんか調整もしやすそうですよ。なんかね、いろいろ考えて作ってますね。この制作 した人ってもう多分日本でも30本の指に入るくらいのバレルオタクだと思うんですよね。いろんなことがね、すごい感じで作れる。もうずっとバレルを買い続けて触り続けて、もうかれこれ10年ぐらいの人なので、はい、すごいです。はい。ね、重心がですね、これ俺センターと思うけど違うのかな。重心どこ？あ、重心書いてないね。ストレートバレル見えてる感覚。すいません、ホームページはもうすぐアップします。すいません、自分確かセンターだったような気がしましたけど、はい。サラテを長重くした感じですね。ダブルリングにドットを入れてるんですね。ドットを散りばめてて、最近なんかこういうことしたがるんですよ。ちょっとこのドットの意味がちょっと分かんないですけど、僕もこのドット入れたの方、なんかただなんかドット入れた方がなんか優しい感じがしますよね。あのゴリゴリしてないですね、ドットが入ると。なんかそんな感じしますけどね、逆に。はい、社長が指でバランス取れば、いや、これ、あ、でも、いやいや、これ、ほら、あ、センターですね、これね。センターです。これ、バレル外すと分かるんですよね。センター、センターです。センターです。もう、ドセンター。あ、センターでございます。はい。ありがとうございます。アドバイス。あ、僕ですね、本当下半身鍛えたわけじゃないですけど、自分ゲットスポーツ、あ、まあブログ書いたんですよ。今日のね、僕のブログ読んでみてください。あの本当に下半身鍛えたわけじゃなくて、こうスタンスを作るときに、そのこう荒川コーチっていう方が、あ、まあまあさ、そうか、途中から言っても分かんないな。上田桃子選手が、荒川コーチのテレビ番組か対談か何かをして、土台が大事っていうことを力説されてたらしくて、荒川コーチが。荒川コーチには王選手を一本足打法で育てた荒川コーチっていう方がいるんですけど、その人と対談して、上田桃子選手が荒川コーチ選手に弟子入りを志願して、で、ね、2人の師弟関係ができたらしいんですけど、その時にちょっとこう教え方をこう見てたら、こう上田桃子選手がこうゴルフでこういう形取りますね。その時にその荒川コーチっていうのが揺さぶるんですよね。ただこう動くじゃないですか。これが動いちゃダメだと。王選手は一本足でも動かなかったらしいんですよね。やっぱそういうポイントがあるらしいんです。そのことをスタンスルーティンの時にきちっと
決めることから始めようみたいな感じのコーチングをされてて、で僕そのテレビ見ててたまたま運よくで、そのゴルフってやっぱり どうしてもこう土台って大事と思うんですけど、ゴルフ以上にこう何ですか、ダーツってもっと土台が大事かなと思ってちょっとずっと見てたんですけど、そしたら自分今までその何ていうんですかね、自分の中でがっちり立ててないなと思ってたんです。それは何でかって言ったら、これフィル・テイラーの教えをね、自分ずっと聞いてて、最初にフィル・テイラーを教えてもらった時にフィル・テイラーは、スタンスはクローズドスタンスが一番いいって言ってたんです。だからお前クローズスタンスにしろって言われたんです。それからクローズスタンスきついんで、でもなんでクローズスタンスがいいかっていう理由も分かってて、要するにいつも一定に立てる、クローズだったら。それとボードに一番近く立てるのがクローズドスタンスだっていう教えをフィルから受けて、フィル・テイラーからね。でこれじゃないとダメなんだって思ってて、で自分でもなんかクローズはきついなと思ってて、でまあちょっとセミクローズみたいな感じで立ってたんですけど、でそのテレビを見て、果たしてその俺がそのセミクローズ、まあクローズに近いセミクローズが合ってるのかと思って考えたら、全然合ってなかったような気がしたの、自分の中でね。それでで45度ぐらいがいいのかなと思ったら、そのがっちり立てるっていう意味では45度でもなかったわけ。それで人生始まって以来の、まあまあ85度15度ぐらい、こんぐらい、もう本当このくらいのスタンスしたの、こんぐらいからこうやってみて、もっとこれだって、これが一番俺の中で、重心をがっちり決めれて立てる角度だなと思って。だからその荒川コーチっていう人は、その自分の形がっちり、立てる角度、形を作りなさいってことだったのね。で自分の中で、まあまあコーチもいないんで、自分の中でいろいろあれこれ考えながらやると、実はこんぐらいで、なおかつこっちか、かかとの左側になんか重心を感じるぐらいが一番自分の中で安定してるのかなと思って、自分でちょっといろいろ考えてやってみたんですけど、そしたらなんかあまり横ぶれしなくなった、まあ横ぶれしますけど、俺まだ上手くないから、まああまり横ぶれしなくなったんで、あちょっとこの形でいこうかなと思って、はい、そうです、そうです、オープン気味ですね、もうほんとオープン気味の15度ぐらいですね、この角度で85度ぐらい、こっちで15度ぐらい、あ違う75か、75の、15度か、これが、90度としたらこのぐらいかな、だから初めてですこの角度で立つの、でもすごいバランスよく立てるんで、はい、今これやってます、はいはい、すいません長々と、はい、このバレルを藍園選手に投げさせたい、あ藍園君はですね大丈夫です、あのどの道ティップですから、はい、だからやっぱみんなもね、やっぱこうなんか俺もね、そのまあまあフィルをどの子のっていうわけじゃないですよ、ただどうしてもフィルから教えてもらったっていうのがあって、フィルは、もうクローズがもう一番変わらなくていいんだよとか、一番近く立てるからいいんだよってフィルから言われてて、フィル・テイラーからですね、でそれが俺はベストなんだろうと思ってたら、やっぱりなんかまあそれがなかなかできないのでね、15度ぐらい、15度っていうのはこの角、こっからここの角度は15度ぐらいでやってたんですけど、それがもう逆にもう75度ぐらいでやってて、は
だからいいなと思って、はい、でちょっと練習してて、まあ、練習そんなしょっちゅうはできないですけど、でも家にボードとかあるんでちょっと投げてたら、あ、こんな感じいいなとか思ってて、なんか初めてそのね、そのやっぱりね、早起きは三文の徳ですけど、夜中のテレビも見てみるもんですね。はい、はいはい、ということでトリニダードプレイヤーテスター第1回公開オーディション、皆さんチャレンジしてください。はい、チャレンジしてください。もう一度立ってみせる、あ、もう一度ですね、はい、わかりました。もう一回立ちます、正面からの方がいいのかな。いや、これ違いますよ、あくまでも自分が良かった いい形っていうのがこうで、あ、で内側だな、一番なんかバランスよく立てるのがこのかかとの内側に体重が感じるぐらいが僕の場合は良かったですね。こうやってで、こうやってやっぱこうがっちりがっちりがっちり立てるっていうか、でもがっちりあまりこう突っ込みもしないし、なんかでもダーツって面白いのがやっぱこうなんか自分でいろんなことが発見できるからいいですよね。これがさ、例えば野球とかだったらその球が来てはっきり言ってそれにしたから打てるかっていう問題でもないけど、ダーツだったらね、自分でやって自分で感じれるんで、まあ、ダーツってやっぱいいなと思いますね。はい、ボクシングで今年一番注目している選手、ボクシング今僕ね今年ちょっとあんまり見てないんですけど、でもやっぱ井上選手すごかったですね。あの人はもう別格っすね。はい、ちょっとでもなんか俺ちょっと感じたんですけど、井上選手バンタムに上がるんですよね、バンタム級に。で井上選手がバンタム級で、でこの山中選手が前回負けた相手にリベンジするわけじゃないですか。でリベンジできたらこれ井上山中とかいう試合とかすごくないですか。これあったら絶対見たいですよね。はい、もう2人ともクソパンチャーだし、もう絶対倒すと思うんですよね。もう絶対判定とか、もう 1億万%判定とかないと思うんですよ。そんなパーセントないですけど、もうこれ絶対見たいですね。はい、あ、ダーツ番号すみません、どうもします。TV はサウスポースタイルでジャブで投げてそうなんですね。はい、自分はそうですね、ダーツって自分を知ることができる競技で、いやダーツ本当楽しいですよね、やっぱ、はい、楽しいです、はい、バレルのボクサーの名前ネタ切れしまへんがな、そんなバレルいっぱい出まへんがな。でということで西谷選手のバレルの名前社長考えておいてくださいって言われたんですよ。何にしようかなと思ってですね、いや井上山中見たいですよね。はい、まあまあ何がいいかなと思ってですね、いやここはっていいんしょ、何ですか。いや僕ほんと考えてるんですけど、ちょっと迷ってるんですけど、なんかちょっと西谷ってちょっとおどけた感じじゃないですかね。ちょっとなんかこうなんかみやぞんっぽい感じで、なんかちょっとで親しみも湧くじゃないですか。でスピードがあるじゃないですか。その辺をヒントにちょっとスピードのあるボクサーでいこうかなと思ってて、ちょっとおどけた感じのスピードのあるボクサーでみたいな、でせかせかしててみたいな、そんなボクサーをこうイメージしてるんですよね。あ、僕ちゃんとですね、あのボクサーをボクサーとその選手の共通項っていうのをちょっと考えながら名前つけるんですけど、はい、
ところで井岡はなんで引退したんですか。本当これね、もう世の中の俺ね、もう七不思議どころの話じゃないですよ。はい、まあまあダーツ番組なのであんまり長々と言うのもいけないですけど、3階級制覇ですよ井岡ね。3階級制覇の世界チャンピオンですよ。でチャンピオンのまんまですよ。負けてもないんですよ。引退したんですからね。いやこれはね、深い何かがあると思います。絶対ないわけがないです。だって次試合すれば、年末に試合すれば、まあちょっとボクシングのファイトマネーって言います、落ちてるんですよ。やっぱ階級が4つもできたんで、あ、階級じゃねえや、世界チャンピオンが4人もいるので、昔みたいな具志堅選手さんが、一階級に一人っていう時代でも違うので、4人いるんでね、やっぱ価値って薄まって、その世界チャンピオンってもう統一戦ぐらいしかちょっと価値見出せてなくなってきてるんですけど、それでもですね、もう8度目の世界戦、あ、14度目の世界戦だから、多分1億はいかない、5000万は硬いと思うんですよね。それをね、棒に振る、なんだろうと思ってね、なんかちょっと、なんか気になりますね。はい、井岡嫁にやら、強いし、嫁だから。まあ、あの嫁さんだったらありえるかもね。あ、ボクシング前、すみません、ボクシング番組ではございません。はい、山口百恵みたいなとかね。ジョッピーってですね、すみません、あのジョッピーはですね、アメリカの黒人じゃないですか。トリニダのコンセプトっていうのは、中南米の、あのスーパー、 あんまりこれ言ったらいけないんだ、訴えられたりしたらどうしようとか思ったりしてね。はい、ダーツ番組です。それでは、これ何、これ、あ、これタッカーじゃん。あ、タッカーの製品版ですね。あら、タッカーですね、タッカー、パッケージ入りのタッカー、こんな感じです。はい、で最近ね、トリニダのパッケージも変わってですね、よりコンパクト、サイズが小さく、いっぱいかけられるよ。で今回小口さんからいただいた、なんとご存知ですか皆さん、サラゴサ知ってます、サラゴサ知ってます。あ、これプレゼントします。これはトリニダードが初めて出す時に考えたんですけど、リバーシブルバレルなんですよね。うわ、小口さんがもらったんだ。うわ、サラゴサ、後ろ重心、前重心で、はい、2つの顔を持つバレルって言って、俺このバレル使ってたんですよ。すごい投げやすくて、あの本当にかからないんですよね。で前重心、後ろ重心で、確か、4本の方が前重心だったのかな。まあまあやったら分かるんですけど、そうそう、あ、違う、だからこっちが前重心だね。あ、3本が前、あ、違う、4本が前だよな。これ重心でリバーシブバレル、もうこれ廃盤だったんですけど、プレイヤーはですね、アフロ組んでいたんですよね。知ってます皆さん。あ、ダニエル・サラゴサだ、そうです、そうです。こっちってどっちだ、すみません、あの、ね、この4本が前重心ですね。で3本が後ろ重心ですね。はいはい、サラテには勝ってないですね、ダニエル・サラゴサは。ダニエル・サラゴサでしょ、サラゴサでしょ。勝ちましたね、失礼しました。
適当ですみません。でパッケージも昔のままで、これ新品バレルですね。アフロ君ちってすごい上手いプレイヤーがいて、彼のモデルだったんですけど、はい、元気してんのかなアフロ。もうアフロじゃないんかったりしてね、もうね頭はげてたりしてね、アフロにしてたんですよ、こんな感じもしゃもしゃもしゃっつって。ですごいパーフェクトにも出てたと思うんだけどね、期待してたんですけどね、はい、え、あ、そうそう、アフロ君って車に乗れないです、乗り物に乗れないんですそう、あの乗り物に乗れなくて、あ、そう、パーフェクトプロで乗り物に乗れなくて、試合に出なくなってもうやめていったんですけどね、プロ、それは乗り物には乗れないと試合に行けないしみたいな。でどん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 痩せていって乗り物が嫌で、はい、サラテのサラ、俺にダーツ勝てるやついいのかな、多分いると思います。あ、アフロが、あ、もう延長、そんな時間、あれさ、時計さ、あれ、あ、新しいさ時計したいね、うん、よろしく、延長しました。面白いバレルです。さあということでですね、このアフロモデルサラゴッサ、え、ダニエルサラゴッサってサラテとや、ちょっとダニエルサラゴッサ調べてよ、多分サラテとや、ダニエルサラゴッサって確かメキシコのサウスポーのめちゃめちゃ顔が悪い人じゃなかったかな、めちゃめちゃ顔が悪い人ですよ、多分サラテと やってないですよ、ダニエルサラゴッサって。スルメ持ったまま寝てた、あ、それね、ちょっと嫁にやめてって言ったんですけどね、嫁がね、なんかね、結構ね微妙な写真をアップしてるんですよ、はい、スルメ持って寝てましたね、よく寝る、僕酒飲んだらすぐ寝るんですよ、はい。今年の景気はどうですか、今年は景気いいと思いますよ、はい。そうです、そうです、こ、彼がダニエル・サラゴサです、はい、めちゃめちゃ強かったんですよね、はい、辰吉選手多分勝ったと思うんですけどね、めちゃめちゃかっこいいですよね、はい、そうですね、アフロって昔のーダーツライブ TV に出てたと思います、笹田さん似てます似てます、笹野さん似てます、似てまんがな笹野さんに。そうなんですよ、時計ください、時計はこれやれまへんがな、いや、なんか頭寒くなってきた、今日なんか底冷えするね、ちょ、暖房なんでつけないの。そうなんですよね、ボクサーってかっこいい名前が多いん、お、かっこいい名前じゃないですよ、あのコンセプトが、南米の、中南米、南米のボクサーの名前なのでかっこいいんですよ、名前めちゃめちゃかっこいいです、はい。そうなんです、辰吉選手が負けたんですよね、サラゴサ選手に、はい。さあクイズいきますか。そうですね、課長フーゲスさんがもう我が TBTV の超大口スポンサー、課長フーゲスさんがクイズいきましょうって言うから、やっぱりクイズ話が面白くなくなって、クイズいけってことなんですね、わかりました、じゃあクイズいきます。じゃあクイズは何いたしましょうか、クイズ何系がいいですか、何系が、何系いきます、うん、じゃあクイズ、じゃあ、クイズ用意してるそうです、それではクイズいきますよ。昨年皆様にプレゼントしたクイズの商品の数、
大体分かりますよね。多分近いところはみんな持ってこれると思います、はい、でも結構僕これを聞いて送料だけですごい額だったので投げ銭ください送料だけで結構すごい額だったんでちょっと驚きました。そんなに送料かかるのっていうぐらいの金額です。はい、クイズは、昨年プレゼントした商品の数、さりげなくアピール。昨年皆様に送料無料でTV がパーフェクトに出てた時の最高値何だっけな、多分ベスト16ぐらいだったんじゃないかな。 2年ですもんね。2、3年ぐらいですよね、はい、2017年に行った TVTV クイズの問題数を当ててくださいませ。35億。このニット帽かわいいですね。これリバーシブルなんですよ。リバーシブル、リバーシブルなんです。紫になっちゃいました。あ、去年のこんなのがプレゼントされました皆様に、はい、なんかたまになんかねオークションサイトも出てるらしいですけどねダーツペンシル当選者ハイドさん、わざわざこんな作ったんや。幻の廃盤モデルマルコ、マルコね、マルコ、あ、マルコじゃない、マルコだよ、マルコ。ありがとうございます。 AA の人本当にありがとうございます。もうありがとうございます。送料の足しにさせていただきます。ありがとうございます。あ、これサトピョンだ、すごいね、プロット。あ、これメグノだよね、ザンボラタイプ2。ザンボラじゃない、サンボラすいません、ついついザを言ってしまうんですよね。なんかでもタイプ2出そうですね。なんか10年越し、あ、10年越しじゃないね、8年越しだ、8年越しぐらいですよタイプ2 ね。謎のプロトバ TSC AA の人さんどうもありがとうございます。はい、とね、遠いとこどうもありがとうございます。岡山からようこそ。韓国ブルーズファイターさんが作ったロッペースタイプ3、ね、いろいろありましたね。レオのプロト、ポルトガル、あー、マルケスのユニフォーム、黄昏せんべいさん、今年はせんべいさん頑張ってくださいね、はい。今年クイズ王、クイズ王発表しないとダメなんじゃないの。問題数かプレゼントの総数、あ、プレゼント総数ですよ。え、あ、ということはどういうこと、うん、問題数、でもプレゼント数も問題数も同じってことでしょ、一緒ですね。なんでその問題数もプレゼント、ああ、ああ、そうか、サトピョンもいつ来ると、あ、サトピョンいつ来ると、サトピョンいつ来るとよ、で、み、今日サトピョン応募しと、電話出ずとも応募する男、サトピョン。
はい、ということで、じゃあそろそろ締め切りますか。はい、締め切らさせていただきます。はい、それでは受付終了でございます。去年出題した数いつも応援してくださる方にありがとう、ありがとうございます、汗みたいな、はい、出ました、正解者ぴったりぴったりですよ、ニアピンなんや、ほう、はい、じゃあ正解数が134でございます。正解134、すごいな、134も出したんだね、去年1年で。正解者はフォレスト135と予想、おめでとうございます。ニアピンで早かった人、え、そんな近かったんだ、1個違い2人だって、すげえ。すごいっす、すごいな、フォレストさん。ということで、このサラゴサアフロモデルのサラゴサパッケージごとプレゼントいたします。あと20年後に何でも鑑定団に出したら多分300万ぐらいになってると思いますので、大事に取っておいてください。 A の人またありがとうございます。 A の人にちょっと対抗心を燃やさせるために、去年のスーパーチャットランキングチャンピオン決定したんですよね。ランキング表お願いします。課長風景蔵さん、ありがとうございます。1位です。昨年の1位。2位が A の人。なんかこのスーパーチャットランキングもなんかやろっか。あ、それやったらダメか。ダメね、ちょっとね。それやるとね、ちょっとね。お前、ほんと。そして TBTV2017 クイズランキング1位、サトピョン福岡2位、マルシンさん、黄昏、せんべいさんね、メガネはゾフで、サルバドル・サンチェス、いつか行きたいですね。あ、ありがとうございます。いや、もう気ぃつかなくて、気ぃつかなくていいっすよ。はい、ありがとうございます。はい。課長風月堂さんと2人で、聖郷さんのフェイスブックに載ったっす。ああ、それようございましたね。さっきました、走る TV。何人いる？ありがとうございます。本当いつもありがとうございます。ありがとうございます。大阪の石油王か。あ、石油王だったですね。そういえば。石油じゃないですけどね。まあまあ、石油っちゃ石油ですけどね。ですよね。課長風月堂さん。ありがとうございます。今ね、やっぱ原油価格も上がってますので、課長風月堂さん。景気がいいかもしれませんね。はい。果物を、とも、あ、果物なんですね、ともさん。果物、ともさん何を作ってるんですか、果物。あ、フォレストさん初あたりなんですね。あ、そうそう、そうそうそう。果物屋さんは、A の人じゃなかった。あ、A の人は違うか。そうですね。そうそうそうだった。
そうです。まあ、今年も2人熱いバトルよろしくお願いします。よろしくお願いします。熱いバトルを。油売ってます、はい。まあ、僕も、ね、この番組で、ダーツ番組やってるのか油売ってるのか分かんないような感じですけど、ということですね。ちょっと あのポスターちょっとねいきますよ。ポスターこっちからがいいのかな、こっちからが、やっぱこっちからがよかったかな。はい、新年会ご予約お願いします。銀皿止めてば小金棒、小金酒場よろしくお願いします。そして、ティトカップ出ます。東京ダーツスタジアム池袋、朝田聖郷、西谷一丁寺、そして昨日見た阿部寛、昨日たまたま録画で見たキリンの翼、はい、そして西哲平がこれモデルのフェニックスカップビギニング、これビギニングですね。ブログでも書いたんですけど、お子様とかジュニア無料なのでぜひ、参加してください。ジュニアトーナメントやります。ジュニアもフライト2つ分けてやりますんで、それと皆さん待望のシングルフライト作りました、はい。まあ、シングルフライト作るきっかけになったのもこの放送からなんですけどね。俺友達いないからみたいな、俺ちょっとパートナーがいないからみたいな人がいらっしゃったので、あ、そうか、そういうのいいよねと思って、まあパートナーだけじゃ、いや、まあそれだけの話じゃないんですよ。たまたまそれを前後して、選手の応援に行きたいと、でも一人で行くんで自分も試合も出たいという人がいて、シングルみたいなフライトないですかみたいなことを言われたのもあったんですよね。はい、ティトでは初めて大阪で、トーナメントします。ダーツ&スポーツダイジェストで、ヤンマーと浜田選手をゲストに招いて、大阪でやります。そして、2月12日、まあ、ポスターはこれ摩擦選手なんですけどね、はい、フェニックスカップイン鹿児島やりますね。はい、これはですね、鹿児島台風で流れたんで、同じホテルでですね、サンロイヤルホテルでやります。そして山口パーフェクトの PT100 との共催で、前日が PT100、 翌日がフェニックスカップ山口ということでね、はい。そしてタッカーね、タッカーです。注目のタッカー、グリップが決まるスマートのハードパンチャーなんです、はい。タッカーって知らないでしょうね。知ってる方いらっしゃいますかね。で、公開オーディションよろしくお願いします。そしてティトの防新年会おすすめプラン、3000円でなんとサラダ、アンティーパスタ、オニオンリング、フライドポテト、ローストビーフ、本日のパスタ、本日のご飯、デザート、このコース3000円です。すごい、全8品2時間飲み放題、恐るべし3000円。最近ちょっとこれもちょっと利益圧迫してちょっとやりたくないですけどね、はい。そしてこれ僕行きます、 HDF 北海道ダーツフェスティバル出ます。そして冬の山口が今年も暑い、プレイヤー主催のダーツイベント第3弾冬だけど夏みかんフェス、これ前島さんの、講演競大会ですね、夏みかんフェス、はい、パルトピア山口だそうです、はい。山口暑いですよね、はい、夏みかんですから、はい。それは昨日のパスタとか昨日のご飯とか出せへんわな、出せるわけないじゃないですか、はい。ということでですね、こんな感じになっておりますけどね、はい、大阪ティトカップ僕も行きますんで、ぜひ皆さん楽しみましょう。はい、あ、それと九州初の、果肉を丸ごと絞ったクラフトチューハイ、桜島みかん、
九州レモン、こう生絞り、はい、あティトでですね飲めるそうです。お願いします。桜島みかんと九州レモン、ね、今年も楽しい番組をよろしくお願いします。頑張ります。期待に添えるように頑張ります。また来たー、また来たー、 TV 走る走る走る。なんで赤い帽子なのこれ、なんで赤い帽子に赤いシャツ、なんでオーバーオールなの。あ、そうなのね、某キャラクターですね。わかりますわかります。キットカップ大阪放送やりますか、やりないんがな。キットカップ名古屋でも開催してほしいです。名古屋やりたいですね。名古屋も行きたいです、はい、レモンのうまそう、何それうまそう。なんですよ最近ですね、なんかクラフトビールだとか、こう生搾りチューハイ、今の生搾りビール、今のクラフトチューハイ、そういうのなんかクラフト系がなんかちょっとね、はい、流行ってきてますね、はい、マリオ風マリオ風ということで、はい、ということでですね、はい、今年もですねよろしくお願いします。盛り上げていきますので、毎週水曜日8時からですね、あ9時からでした、すいません、8時は忘年会でした。9時から TVTV やります。で、もっとですねダーツ番組っぽくしたいので、はい、なんか皆さんからのこうなんかね、こう情報だとかね、もうそういうのをね書いてもらえればバン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 ね、はい、ここで CM じゃないですけど読んだりしたりだとかね、うちハウスやるんですけどとかね、はい、あ、まあ、ハウスはちょっとこれもう、ダメだな、それはもう止めどもなくなってしまうんで、そういうのはちょっとあれなんですけど、まあちょっとダーツ情報みたいなのディスカッションしていきたいと思います、はい、ということでですね、今日も本当にありがとうございました。あ、忘れてた、横地選手、すいません、横地選手、あ、今日も発表したのかな、横地選手が、トリニダードプレイヤーとして、東北初のですね、トリニダードプレイヤー、期待してます、はい、ね、まあ、彼はね今年飛躍しそうな気するんですよね。あのなんかこうこのなんかこのこの感じのなんかね、こうなんか狭いところをなんか打ち抜きそうな、こうこの集中力っていうのは好きなんですけどね、横地選手、はい、ぜひ応援よろしくお願いします。あ、横地選手もう解禁してよかったんだね、はい、はい、で浅田選手はですね、まあもうしばらくもう少々お待ちください、はい、詳細が分かると思います、はい、意外とトリニダード新ブランドとかあるかもですよ、はい、ということで今年もですね盛り上げていきたいと思いますので、ご支援ご鞭撻応援よろしくお願いします。ご支援じゃご指導か、はい、それではさよならです。よろしくお願いします。
Good.